2024年3月の18日17時39分、これ数日前なんですけれども、まあ私の動画で、まあ外から絡んできてる連中がいたんですけども、それに対して、私が、まあ叱ってるところなんですけども、まあ夜中にうるさいぞ。っていうことをね、記載してきた人間へのメッセージを先ほどまあ送ったんですけども、今ちょっとね、フォルダーがついてる状態で、他のところで確認できるんですけどね、コメント欄のところで。で、まあ、こういうふうなね、法律にある程度、載せて、います。まあけど、それで世の中の現実とか、理解したらいいんじゃないですか。多分、喧嘩を売ってきた人間のグループか、そいつらと、共同に、組んでる人間の、ものだと思いますよ。ちょっと待ってください。今、その動画、普通にアクセスする方法でアクセスして、それで、まあ、一回ここからコメント欄を見た方が分かりやすいかなといったところですね。これですね。この人、こいつのアカウントですね。もう一回調べた方がいいですね。この一件の返信というのは私の返信です。まあ組織化してることも触れてるんでね。だから法律分かってない人に限って何回も何回も同じことこんなに何十年もしてたら、それ全部併合罪と累犯加重でどんな金額になるのか、罰金が。精神病院に連れて行く方法はなしですね。それしてしまうと、まあ、元警察官が医者になったりとか、もともと公務員のね、主査だったり、精神病院の医者とかになったりしてるんで、僕に訴えられてるんですよ。で、まあ、その人とは、まあ、理解し合えてるんですけども、まあ、その人はその人でどうやら勘違いがあったみたいで、その会社がしっかりと僕に対しての賃金の支払いをしてなくて、で、国にはお金支払ったっていう形で提出してたんですよ、国は。じゃなくて会社は。で、国からは、保険料これぐらいかかりますだとか、住民税がこれぐらいかかりますだとか。で、それで、別の主査といろいろ話してるとき、いや、こんなわけないって自分で計算してるか分かるっていうことを言ってるんですけども、もう労働基準局の方で動いてもらって、あと国の方の行政のそちらの方からも、普通の区役所の方の主査の方から調べてもらった。いや、阿部さんにはこれだけ支払われてることになってますけども、いやいや、もらってないですよって。それはまあ委託金、供託金とか、まあそういった類のものなんですけども、会社にお金を預けていて、その半年間の勤務が終わった時にお金を支払いますっていう内容なんですけども、天引きされて会社に持っていかれてるんですよ。で、まあ他にも最低賃金法を下回るような内容だったんですけどね。まあいっぱいあるんですよ。なんかそれでどんな金額で申請したのかわかんないですけど、だからもうその時生活めちゃくちゃでしたね。住民税とか上がって、住民税が上がると保険料も上がるんですよ。かなり。だからね、そういうことも、まあだから、まあまあ、もともと真面目な方だとは思うんですけども、別の主査の人がね、僕が別の主査に絡んでるように見えてたみたいなんですよ。で、それで僕に神戸北区役所で、鈴蘭台のところの、まあ、1時間ぐらい、敬語なしで、ボロカス言われて、本当に。ごめんなさいね、こんなに悪い口調で、ごめんなさい。ただ、その、神戸市の北区長に、ちょっと来てもらって、北区長呼んでもらえますかと。で、ここに録音機ありますけども、録音させてもらっていいですねっていうことを聞いて、で、了解もらって、
ではどうぞあなた先ほどと同じ内容で同じ口調でもう一度言ってくださいって言ったらもう全部敬語だけども、その内容はもう全部裁判所に上がるんです。訴訟費用の救助申請が通って、始まった裁判ですから。で、その人はどうなったかって言ったら精神病院の医者行き。その人も後で、まあ、僕のことをいろいろ調べて、だいぶ誤解があったっていうことは、認めていて、で、まあ、それで、そうでしょうって、いや、僕もね、って一件一件自分がどんな目に遭ってるか覚えてないですからっていうような形でね、いや、もう多すぎるんですよ、法律違反行為。みんな自分が法律違反してないっていう自覚は全然ないだけで、法律違反してる人たちが多すぎるんですよ。これが世の中の本当の話です。以上です。まあ、このアカウントの人もグループの人間のものの可能性がある。で、あと、我が天が全国府部というゲームを行っていて、僕に嫌がらせをしてきたかどうかとか、まあそういうふうなところも調べた方がいいでしょうね。で、これね、もしかしてその、中国系とか、その、韓国系とかで何か誤解してね、もともと習近平国家主席も僕は3期目をお願いして、になってもらってるんですよ。で、王毅外相、王毅さんはもともと、まあ、大使として、日本に、昔、滞在していまして、日中の大使ですよ。で、日本と中国の。で、実際に王毅さんと会って話とかしてるんですけども、まあまあ、片言のね、日本語の方で、そんなに日本が流暢でもないんですよ。ちょっとは喋れるんですけども。だけど、僕も、その頃は二十歳過ぎぐらいの頃で、そんなに中国のこととか、歴史のこととか詳しくなかったんで、まあ、まあ、その後その王毅さんが外務大臣されたりだとか、中国の。まあまあ、まあ、そのね、政府上層部の本当に上の方の人間だったら、世界中の政府上層部で淡井圭介を知らない人間はまずいないんですよ。だけども、中途半端な立場の人間とかが、勘違いして、で、まだ僕はなんかお金もらってるとか勘違いしてるでしょ。どころか、逆に全然払ってもらってないから、全部逆、ものすごい被害者、その被害者に対して絡んできてる人間がいて、で、そいつらも淡井圭介利用して金稼いでた可能性があるから、もう日本中もどこの企業もほとんど当てはまってくることになる。エネルギーの残存量問題、一番最初に僕二十歳ぐらいの頃から物事いろんなことを進めようとしてたの、結局誰も手助けしてくれなくて、各自自分たちの金稼ぎのために生きていたっていうことになるから。けど、かなり多くのまともな人たちが、いろんな、よくない業界とかの取り締まりとかを協力してくれています。例えば、アダルトコーナーを置いているレンタルショップは、僕だけで6件潰してるんですけども、ツタヤだけでね、500件以上潰れてるんですよ。当たり前です。あれ、脱法行為なんですよ。まあ、あんまり話し出すと長くなるんで、さっきのアカウント。警察の方で調べておいてもらった方がいいですね。以上です。